愛知声優七本、デラックス高柳さんだ。さあ、本日はですね、こちらを紹介します。デラックス、メタルシャフトでございます。箱、なかったです。こういう形ではございますが、紹介していこうと思います。ちゃんとこれもなりますんで、ここにボタンがあるんですけど、ロック解除して、抜けます。こっから紹介するのかい、ね、はい、じゃあ、テンポよくやっていきましょう。ということで、メタルメモリです。はい。メモリ的には、これだけですね。はい。メモリ単体としては。で、これに挿すことで、めちゃめちゃ遊べます。で、これの紹介しますね。メタルシャフト。メタルシャフトは、こことここにボタンと、あとここにも、ボタンもあって、さっき紹介したロック解除ボタン。これだけですね。でも、めちゃめちゃ遊べます。こっち押すと、で、こっち押すと、という感じで伸びます。左右同時じゃなくて、片一歩ずつなんで、ちょっと本編再現は難しそうですね。ちなみに、ここを押したら、ここが、見えるかな？出ます。で、ここは、どういう時に遊ぶねって言いますと、このメタルメモリ。入れた時に、ここで押します。で、その後も押すと、ランダムでなります。じゃあちょっと外しましょうか。技確認したんで、変身の方をやってみましょうか。前回紹介したダブルドライバー、これつけますね。はい、という感じでなりました。サイクロンでも合わせてみましょうか。サイクロンメタル。なるほど。ルナもやってみますね。このスロットにメタル入れてみましょうか。メタル、マキシマムドライブ。一緒じゃん。これに入れた時の音声と全く一緒でした。マジで？今世紀最大の衝撃なんだけど。